パはハイラル兵を率いて異次元世界の一つに足を踏み入れました。そこには現実のハイラルとは似て非なる風景が広がっていました。やがてインパはこの地が神話に語られる時のオカリナの世界であることに気づきます。この地のどこかにあるはずの転生の扉を閉じなければ。デスマウンテンに悪しき気配を感じたインパはそこから捜索を始めることにしました。そして彼女の後ろにはまだ多くの謎を抱えているシークの姿も。おい、
Oh,